ケープギツネは、哺乳孔ネコ目キツネ属に分類される、食肉類。アンゴラ南部、ジンバーブエ南部、ナミビア、ボツワナ南部、南アフリカ共和国体長45から61センチメートル。お長三30から40センチメートル。体高30から35センチメートル。体重2.3から4.5キログラム。頭部の毛衣は赤大色で、口角は褐色味を帯びる。 背面の毛衣は光沢のある灰色で黒い体毛が混じる。覆面の毛衣は泡褐色。次回は細長い。次回の外側は褐色。次回の内側は白い体毛で覆われる。球種はやや大型で物を噛み砕くことに適している。乳頭の数は6。草原や半砂漠などに生息する。単独で生活し、 タコ体と重複することもある1から4.6平方キロメートルの行動圏内で生活する。夜行性で、昼間は、茂みや岩の隙間、巣穴などで休む。巣穴は、自分で掘るだけでなく、すりかーた、土豚、飛びウサギなどの古巣も利用する。食性は雑食で、主に昆虫を食べるが、小型哺乳類、爬虫類、果実なども食べる。繁殖形態は耐性。 妊娠期間は51から52日、8から11月に1から4頭の幼獣を産む。生後9ヶ月で生成熟する。キャンプ場から出た残り数を漁ることもある。ありがとうございます。